はいみなさんこんにちは今年の出題傾向と勉強法大公開民法改正は影響するの学習ポイントはとはい、えー、これをテーマにですね大体三十分少々かなお話をさせていただきますえっ、ー、と担当アレックスに二講師ね私小野と申しますよろしくお願いいたしますさて、えー、使いますテキストなんですけどテキストではねレジュメですかね えっと、これ使っていきますので、お手元にご用意をお願いいたします。で、もちろんね、あの、画面だけでご覧の皆さんね、別に紙ベースないよという方もいらっしゃるかもしれないけど、えー、っと、まあ、あのね、校舎等々でご覧になっている皆さんはね、まあ、このレジュメ配布されていると思いますので、えー、ただま、ね、インターネットだけで見ているよって方はね、まあ、画面を見ていただければいいかなと思います。さてと、で、タイトルはね、今年の とと勉強法大公開ということでございますが、えー、とここはもう例年とほとんど変わらないはずですよね。今年だけということは多分ないと思うんです。ということを踏まえてねこのタイトルにしたんですよ。えー、とポイントはですねむしろねここに私お話はポイントは、ね、置いておきたいんです。ね、民法改正こいつですね、民法改正ね。えー、と民法の改正というものを皆さんお気にしているかもしれない。はい、だから今年のね 管理業務主任者試験やマンション管理士ねえっと2020年の問題まあどのような影響があるのかなとかでどういった学習方法をしなきゃいけないかですよねまあ勉強方法と書いておきましたが要するに学習方法ね。ね、えー、こちらお話ししようかなと思っているんですまあただねえ取材傾向とか勉強方法ですねこれが大きく変わるということは私どもあまり思ってないんです。 まあどういうことかと言いますとね民法が変わったからねえー、じゃあ今まではねまあ例えば満館でいけば10問程度そから勘定さんでいけばねえ6問程度出ていた民法が20問出るかとかというふうな変更はないと思ってますまあ出題の傾向であるとか難易度につきましてはねまあ特に変更はなかろうと思ってますまあというわけなんでえっ、ー、とこんな感じねまあ最初にレジメの2ページ目ご覧ください2ページ目。 ここに変更はまずなないかなと思ってるんですえっ、ー、と管理業務主任者試験でいきますとだいたい法令系は30問ぐらい、ね、はいでもって大体いい30問ね31問ですが30問ぐらいで民法その他につきましたねまあこれが10問ぐらいということででマンション管理者ねまあ民法その他は6問ということねえっ、ー、とあもしかしてさっき逆打っちゃったかもしれませんすいませんえっ、ー、と管理業務主任者で民法その他は10問ね えー、そんでもってマンション管理者の方が6問ねこんな感じ、ね。ということ、まあというふうな感じでここの割合はあまり変わらないと思います。ただ細かく言いますとね細かく言いますと例えばほら管理業務主任者試験の方ではねえっ、ー、とこのいわゆるまあ高齢系の方にあの宅建業法がまあ毎年少なくとも1問は出ると思っていただければいいですよね。 でマンンション管理試験の方はが出たり出なかったりなんで,、ね、で今回の民法改正はですねいろんなところに影響を与えてるんですまあ民法だけではなくって今言ったね、えー、いわゆる宅建業法なんかにも影響を与えていますだそれがどうやって、ね、皆さんに影響を与えるかね、まあ、だから学習方法につきましてお話が中心になってくるかなと思いますまあだから出題傾向とかねまあその辺りは変わらないんではないかと思ってます 特にね、今年だからね、民法系がね、5そっと20問になるとかね、まあその傾向はないと思います。はい、というわけなんでこの割合は変わらないかな。A、区分法はまあ6問程度なのかな。えー、まあ管理業務試,試験のね、このあの区分商法ってちょっと扱いにくいんですよね。もう2018年は2問ぐらいしか出なかったっていう時もあってね。まあだからちょっとね、何問って言い方難しいんだけどね。 ただまあ少なくともこんなような割合で法令系は30問近くで、でマンション管理士もそうこのような大体こんな感じの割合ね区分法がねやっぱり2桁出ますね十10問以上出ます。でもってこんな感じの、ね、30問程度は出ると。でやはり我々はねこの法令系をしっかりと抑えなきゃいけないよっていうのが、まあ、最大の勉強方法なんです。これも変わりりません法令形をしっかり抑える あの設備系に関してはこれ本当に難易度の差がでかすぎるんでねどこまでやればいいか分かんないんですよまあそういうことねだからそれ言ったらね法令系だってねどこまでやれば完璧かって言われたらそれは分かりませんまあそれこそ専門書を集めてね、A、端から読まなきゃいけないのかもしれないただし合格点を取るために何をやらなきゃいけないかってのは割と法令系は読み取れますね読めるんですまあ 管理業務主任者っっててどういうい資格かってねだからマンション管理者は管理業務主任者は管理業者サイドにいて契約の内容をちゃんと説明できるような知識を持ってなきゃいけない。マンション管理者は管理組合サイドにいて管理組合からの相談これを受けてちゃんとね相談内容説明説明というかねアドバイスですできるような知識を身につけていなきゃいけない。 というところから見ると法令系って割とねこれはまあもちろんね何これっていう問題も時々あるはあるんですがそういう問題できなかったからといって不合格にはなりません設備はね本当これ何でもありなんですよねマンションの管理におけるね例えば検査方法とかねまあ私その検査方法というか建築の専門家ではないので。 まあ出たことがあるね、かつて伝えられたことがあるとかね、その周辺を学習しているだけなんでね、専門家の人にしてみればね、えまあもっとね、まああたたところがあるような検査法が二十種類だと仮定する、いやもう百も二百もあるんだけどっていうことになるとどれ出せるとおかしくはないんで、だからこれはどこに限定かけるかってよくわからないんです。だから我々は特にね限定といいますかね、何をやればいいかが割と目に見える法令形をしっかりとやろうとね、これ。 えここで特定をねいかに重ねるかが大きなポイントになってくるよってお話をしてるんですさあでねその傾向につきましてはほとんど変わらないかなと思いますんでんその話をしておこうかなとりあえずえー、っとはいまあレジュメ3ページ管理業務主任者試験のこれねまあこれは管理業務主任者試験をですね去年の問題、まあ、正解率全受験生の皆さんの正解率高い順に並べ直してます まあで去年は34ということなんでね34点ここでラインを引っ張っておきましたそうするとね「い」と書いてあるのはこれは受験者の皆さんの7割以上が得点している問題これ25問あります25問、えー、これ25問あるんですねで普通レベルが12問あります12問で、えーっとね、いわゆる「5」は50%を切る、ねえー、半数の人でも 関数よりもね。もっと下回るような正解率。はい。そういうものが13もあります。でもって下の方にね。なんかわけわかんないものありますね。16% 21%ね。まあ、ここまで来るともう2030%を切るような問題って言うとね。もうみんなが勘でやってる問題なんですよね。そう思います。だからそのねありましたよ。民法とかでもね。区分法とかでもあります。こういう問題もあるはあるんです。ただ設備なんかもあるんでね。 だこれ変なな。問題と言っっちゃっていいのかな、えー、もう管に頼るしかない問題もありますんでこういうのは本当に無視していいかなと思う。で管理業務主任者試験がですね割と受かりやすいというふうに言われている理由はここなんですよ。えー、去年23.2%ね34点23.2%だから普通レベルの問題を3問ぐらい落としても別に合否に影響を与えないというかねまあ合格はできるわけ。 えっとなんですあこれは1ページ目に書いてありますからね、まあ、気になられたあでご覧になってください1ページ目に書いてありますからただマンション管理士の試験はねこうなんですよねこれ4ページまあ去年37.5学、ね、でこれもですねまあ意図書いてあるレベルね70%以上の問題はこれ25問ありますこれ環境さんと同じ、ね、同じなんですが 普通レベルの問題が九問しかないんです。で、難易度高い問題が十六問ありますね。だからこの普通レベルと難易度の高い問題のところが若干ね、A.V. とか違うんです。まあマンカーの方が難易度高い問題が数がね、三問程度多いんで、だから難しいって印象もあるかもしれない。さらに、えー、っとこうなんですよね。あの普通レベルの問題を全部取るぐらいでは合格必ずできるかというと、そうとも限らないわけですよ。 まあ五十パーセント切るけども47、四十七八パーセントの問題も特定しておかないとこれ合格できないということね。ねはい、だからこうです。えー、ここがか、えー、マンション管理士が難しいと言われている理由なんです。だから今言ったようにね、簡単な問題っていうふうに皆さんがに七十パーセント超える問題は二十五問あるんで、だからレベル感といたしましてはあまりね、その難易度の差というのは感じないんです。 えただはいどこまで特定しなきゃいけないかっていうこと言い方を変えるとねあのケアレスミスですよケアレスミス後で見直してみたら「わできたはずなのに」ってやつねなんで間違えちゃったんだよって読み違いとか勘違いとかあと度忘れとかねまあそういったケアレスミスですあと形式的なケアレスミスっていうとマークミスマークミスねえ例えば ね、あの3と書いてあるんだけどマークのところね2とマークしてるらしいとかねでマークミスなんかがあった、ね、あとはねほら途中でやってて「正しいものはどれですか?」って言うんでね正しいものを探していて2番正しいってやってんだけどなんか脇3って書いてあるよって俺3にマークしちゃったみたいだよとかねまあそういったいわゆるマークミス、ね、まあ勘定さんの場合には12問やってもね合格できたかもしれないけどちょっと怖いでしょ。ね、だから えといわゆる満館試験ね満館も8.2%ですからその8.2%に入るのが厄介です大変ですということ、まあ。というわけなんでねえっ、ー、といわゆる半分です、ね、えっ、ー、と勧理業務主任者試験もマンション管理士もね、まあ、合格するための方法というのははい50%以上、えー、と全受験生の50%以上の正解率の問題をこれを特定していくということ。 はい、これが一番の目的です目標、ね、でそういってねそういうことをしっかりやっている皆さんはねまあこれ先ほど申し上げましたようにマンカーの試験はね16問難問があるんですだからといって16問全部外すっていう人は珍しいかと思いますよまあね上でケアレスミサイルしなければこの16問の23問は当たってるんじゃないかな、まあ、全部間違えるって方はよっぽど運がないというかね え、まあね。あのー、数は少ないんじゃないかと思ってます。だからそういったね。50%以上の問題必ず取るんだよ。って学習している皆さんは合格基準で達することができたと思ってます。まあ、というわけで、皆さんね学習方法ということに関しましても、みんなができない問題がどうでもいいんですよね。去年もほ13%あるからね。検査診断とかでね,ね。できなくていいんです。えー。ただ、こういうところではなくてみんなができる。 50以上の問題はしっかりと得点していこうよというところは勉強法変わりません。さあそうなるとですね、えー、とレジュメの5ページ目になっていきますが、えー、民法の改正がどう影響するかなんですが結構項目としてはねこんだけ変わってるんですよ。ということになっていきますねまあ物件のあたりはあまり変わっていませんねただ物件ってあまり出てこないんですよね。 まあ、そういうこと。あとね、えっ、ー、と、六問とか十問でございますから。つま大々的に大きな影響を与えているかというと。やっぱり、他の試験とはちょっと違うと思います。そんなに大きな影響は。ないかなって気がするんです。えー、ただね。例えば。ね、えっ、ー、と、いわゆるね、マンション解消試験で、じゃ、六問出るとしよう。でもね。どの六問の中の、どの問題がどう影響するかって、わからないでしょ だから結局やらなきゃダメですよで。やらなければいけないんですがあのやっぱり去年のテキストをね使いたいってあとは問題集なんかも使いたい方いらっしゃると思うんだけど「はい今年はやめてください」一つ、ね。2020年用のものを手に入れてくださいねテキストの問題集表現変わっちゃってるんで。 えっとそうね改正点ということを皆さん意識してねあここ変わってるんだとねいうことが分かっていただけましたら去年の知識は忘れた方が楽です忘れた方が楽ねええということなんですまあ例えばねまあさっきちらっとね申し上げたんで言っとくとね あの宅建業法が改正を受けているよってねこれね宅建業法ね回、まあ、るんだけどで管理業務准社試験のマンション管理士でも宅建業法からの取材っていうのは割とテーマ二つなんですよね重要事項説明内容かあとは過失担保責任の内容ね過失担保責任の特約制限とかまあそのあたりがね出てくるんですでまあ中心は重要事項説明内容かもしれませんが過失担保責任の特約制限なんても出てくるんだね。 はい、貸し担保責任なくなってますから改正によって貸し担保責任という発想自体がなくなってるんでねだから改正というよりも廃止と新設で考えた方が楽だと思います契約不適合責任なんて言ってね,ね貸し担保責任という言葉ではなくなってるじゃあどこ変わったのかなってやるのがいいと思いますえっ、ー、と要するにもうね宅建業法における 契約不適合責任とかねあとは担保責任の表現適当ではないそういう言い方をしてます担保責任の特約制限とか契約不適合責任の特約制限とか言い方をしてますという新しい制度になったんだよね。ねまあ表現は、ね、去年やった学習内とちょっと似てるけれども内容違うんだよねっていうことで新ししくゼロから学習した方が手いいと思いま,すまあそれがねえ一つやってもらいたいかと思うポイントなんです。 あとほら時効なんかとっとレジメ請負はお話をしようかと思ってるんですが時効もね中断ってなくなってるんですよ。ね、更新ってことになってる更新。でもね例えば裁判上の請求があれば時効は中断したが言い方がいいかとするでしょ。ちょっと変わってるんですよ。裁判上の請求によってで一旦猶予がなされで権利確定すると更新するんです。 なんて感じねまあだから「中断が更新に変わったよね」とかねだか単に例えばねあのパソコンでね作業するときに「A、時効の中断」というね時効の中断5文字かでこの5文字をね例えばえっ、ー、とほら、ね A、いわゆる置換処理ね置き換えの処理で5文字入れてでこれ時効の更新という5文字を置き換えてエンターキーポンと押せばいいかっていうと全然違いますから。 そういった表現がね変わったんでじゃあ時効の中断という5文字を時効の更新という表現に全部書いてね例えば問題とか定義トとかね A エンターキーポーンと押して全地間ねまあ全部入れ替えますよっていうほど楽なもんかと全然違いますからだから改正点というのはどう,うふんどこに改正があったのかなって確認をしてねやっぱり一応読んでもらいたいんです読んで書きかねあこれこう変わったのねなんだ言葉の表現変わっただけじゃんと。 では楽勝だねっていうのであればそれでも構わないそうじゃなくていやちょっと何変わったか分かんないんですけど思ったらはい、給付を忘れて新しいものだけ覚えるという風にやった方が時間がね短縮できますまあというところねまずは押さえておいてほしいのかなまあ例えばね錯誤って取り消しになったんですよこれは言葉でいいんじゃないかな錯誤無効ではなくて錯誤取り消しになった まあだから効果としてね取り消すことができるようになったっていうのはこれはもう無効ではなくて取り消しになりましたっていうんで改正点で変わったというふうに覚えてもいいかと思う。ただまあちょっとごめんねこれは今,日今回ね95条最後について語る時間ではございませんからあまり深くは語れないんだけどあの95条って結構ね条文数がグイッと増えたんだよ表現が。 まあですからね新しい条文なんかもね知識も増えたんだよでこれっていうのは以前例えば判例ですとかねそういうところでは言われていた内容が明文化されたなんてもあるんですだから中身的にね意外なものではありません、ね、うん、ああそういえばねこういうのがね判例知識であったかなっていうのが明文化されたんだとかのありますただねやっぱりしっかり読んでおかないと新しい知識を読まないと誤解してる時ありますよ えっとじゃあちょっとごめんね。皆さんがね、作語をね、学習したという前提でお話をします。だから、何のこっちゃいと思っている皆さんは、新しい知識でテキストで学習してね。動機の作語ってあるんで、すよ動機の作語で皆さんもどっかで見たことがあるかもしれないけどね、動機の作語が明文化されたんだね、まあ、書いてあるかもしれないんだけど、動機の作語という5文字は使ってないからね。そういうこと。 だから、動機の錯誤というね、五文字を探しても出てきませんから。だから、それはどうね、どこで、どういうふうに、ね、表現されているか、なんていうのは、やっぱり、これは。新しいテキストを使って、学習して、しなきゃわかりません。まあ、というわけで、去年のテキストあるんだけどなって。えー、だいたい同じような内容なんでしょ、えー、学習内容も。学習ね、方法。変わらないんであるならば、使いたいかなと思う方いらっしゃると思うんだけど。申し訳ない。今年に関して言うならば。えー、これは。 新しいいものを揃えてください、ね、でもって講座もねそれ用にちゃんとね新しい講座を聞いていただきたいかと思います。まあ例えばレックでいきますとねあのえー、っといわゆるね合格講座といいますかねよいしょ後ろにねまあこれありますけどえー、っとねいろいろねコースなんかもね書いておきましたけどよいしょ、ねえー、こういった合格講座なんてのがあるんですがでも全部ねこれ亀田先生の収録です。で私ものは割とね えと私はほら満館のね例えば条文ローラー講座なんかをね担当してるんですがまあこういう合格講座もね、えー、これも亀田先生がねちゃんと改正民法を対象としてお話をしてますだからそういった新しい情報で手に入れてくださいさあでこの辺りねまあちょっと皆さんねうん、えー、と出締めでいきますとですね後ろの方になっていくのかなまあ,あのどういえばいいんだろうここが変わるというような まあ中心にねあってカッコ2ページに変わってるのがありますよねカッコページとかねえっ、ー、とこの辺りのね3ページですねまあだからカッコ3ページというとこかな真ん中あたりにありますカッコページねちょうど真ん中あたりにあるかなカッコページ、えー、ちょうど真ん中あたりにあるカッコ3ページねここにあるえっ、ー、とあの女性のイラストがねまあ我々のテキストのねキャラクターですが女性のイラストがあって はいこの辺りはどっちかな、ね、理屈もちゃんと押さえてもいいのかもしれないけど言葉だけで覚えてもいいかもしれないいや何かというとこれ請負です請負、ね、実際官業さんの試験出てますまあこれちょっとね今回は内容をお話しする時間ではございませんからね大雑把にもうね私の方では解説しちゃいますけど2番ね建物ですよ 集集会会だから集会棟ね建物ね、えー、建物を新築する工事完成したんですけど貸しがあったんだって、ね、で目的達成できない時にははい解除できるいや罰なんだよ当時はね当時ねえー、っとね建物いわゆる土地の工作物つまり建物について受け入れ工事を完成し完成したあとは 目的達成ででででききなななくてても解除はいいんですとなっていたんですすとったよしたがってこの選択肢ねこれは解除できるよって書いてありますからこれは誤り、ね、誤りの選択肢民法の規定によれば誤りの選択肢だったんですが、はいえー、今年からこれは丸に変わるんですよ解除できますってことになります、はい、だから解除できるよと。 ただどうなんだろうさっき言ったでしょ、ね、ここはだから9法をご存じの皆さんは改正点だからっていうイメージを持っていただいても構わないんだけどねただしもうそういうふうに変わってるんだろうならばもういいよと、ね、えっ、ー、と請け入れが改正があったんだねで今までの知識は全部忘れて新しく覚えましょうでも構わないわけ、ね、まあそういうふうにしてもらいたいんです。 まあだからそっちねどっちにするのが適切かっていうのは分かりませんけど、ねえー、まあどうにかこの辺り誤解のないようにしていってください。でやっぱりどこが変わったかとかねどう変わったかとか試験対策ではどうしなきゃいけないかっていうのはこれはお一人でで独学でやるのはちょっと怖いかなと私は思っていますいやこれ実際私はねあのテキストのほら「回転に倒さって人間の立場から言ってるんです。 やっっっぱり、ね、りいままだに不安は残ってますよ頑張ったを作りました、えーまあ、例えばいろんな学者の先生なんかの本も読んでねでどう変わったかとかなぜ変わったかとかどのように考えればいいのかとかもう本当に、えー、去年から今年にかけて、えー、民法しかやってないぐらい、ね、中見ました。でテキストの、ね、執筆部分をねぜ全部精査して、えー、どこをどう変えるかねやりました。 であの亀田先生太田先生、ね、それからあの制作をしてくださってるねあの唐崎さんとかねそういう方がいらっしゃるんで、えー、そういった方ですよねやっぱり話し合いをして、えー、作りましただから間違いいいはないという、ね、は思ってるんですでもどっか自信はないよやっぱり、ね、見落としがあるんじゃないかとかねあるいは、ねえー、不足があるんじゃないかとか、ね、ここまでで,で止めたんだけどやっぱりあと産業を変えた方が良かったんじゃないかとかねやっぱり不安はあります ぐらいなのでねだから皆さんがじゃあ自分でやってみるかと、ね、どこが改正されたかね大体大雑把に分かったんであれば自分でやってみようとかっていうのはちょっと危険かなと思います。まあいまだにね、えー、これは今後の解釈に委ねるとかね判例の集積を待つとかいうようなあの学者の先生がお書きになってるねそういった改正もあるんですよ。ね、まあだからね改正、えー、して方向性は分かってるこういう意図でこういう改正がなされたんだと。 でもね実際グレーの側面も出てきているよねなんてもう既にありますから。まあということなんでちょっとね、えー、やはりこの辺りは管理業務就任者試験とかマンション管理士に限定をかけて、ね、それこそ学者になるんであるならばそういうのいっぱい読まなきゃダメだよ。でグレーゾーンってどんなところがあるかねやんなきゃいけないのかもしれないけど、えー、試験に受かるということで行くならば管理業務就任者試験マンション管理士試験ね、えー、これに限定をかけてその枠の中で どういうふういふに変わったかを学習してください、ね、でさっきちらっと言ったけどさまあこれねまあこれだから曖昧ではなくなるんで解除できますか、ね、まあ一定の要件もちろんあるけどねだから正しいとは言い切れないんだけどねただ解除できるというんらばできるはずなんでただ一定の要件がありますから、ね、もう絶対にも問答無用で解除できるわけじゃないけどね,ね、えー、ただ解除できるかできないかならできるんで、ね、まあこれは正しい方向性でいくことになります。だから 地震、えー、ねなんか去年みたいに「あっ×ね」で終わりじゃないのよ。ということで、ね、誤りの明日はなくなりますっていうのは、えー、これはねもう見た瞬間に「あ×ね」で終わるもんじゃない。ということ。あとほら4ページもそうね括弧四ページもそうね。ねえっ、ー、と時効のところもこんな感じになってるんでね。うん、いいでね訴えていき時効期間が満了してもね。ただ 訴え、ね、裁判所を請求しているあるならば、はい、まだ完成しません猶予されます。でもって確定判,判決確定ね、A、判決が確定するとそこから新たに進行これがだから更新ねゼロに戻るってやつ。A 年年経経ちままました A 年経ったっんだだけど、はいま、だ猶予されてます、ね、で判決が確定するとここからまた新たな10年が始まりますってこれを更新と言っていくねこんな感じ。 だから裁判所請求があればねえ時効はねえ中断するとかいう話じゃなくなってきてるんででこれがどう出題されるかっていうのはまあだから過去にどう出たかによって変わってくるんでねだから官僚さんと万勘さんとねそれぞれどういうふうに聞かれてくるかによって変わってきますまあだからその辺りはですねまあここから先ずっと私のね単純な感想というかまあ感想ではないなどう言えばいいんだろう 個人的な予測と言えばいいのかな？なんですが。あの？民法の改正点に関して、もし出題するとするならば、今年は割と抽象的に来るんじゃないかという気がします、ね。あの出しにくいとは思いますよ。さっき申し上げたようにね。今までは判例理論だったものを、もう。それは確定してね。確定判決理論になっちゃってるんで。 それを明文化しましたっていうことになるとね、あの判例によれば正しいのはどれかとかねいう問題が出てこないでしょ。明文化されちゃってるんでってことですから。えだからそうなるとどうなるかっていうと判例がないんですよ。その明文化された条文に関する判例はなりませんね。ゼロです。今まではあったこの判例があって判例量ねいわゆる裁判上の判例量はこうなっていた。だから判例によればこれは正しいと。 明文化されちゃったんで、ね、この条文に関する判例はないんでしょまああうとこになっていきますんで出しにくいと思います。まあだから、えー、要するにね例えば解釈論ですとかそういうの固まってくるあるいは判例とかね、えー、固まってくるまでは改正点に関しては割と、ね、民法の規定ねそのままで出てくるんじゃないかと思います。だそういうのも含めましてねえー、っとまあ過去の知識を持っている皆さん旧法の知識を持っている皆さんは できればそれを引きずらない方がいい。どうか改正型じゃなくて「ええー、新しくこうなってんだ法でいいと思います」ね。ええー、ねこれね昔はねこれね訴えを定義ねこれね、まあ、裁判所の請求あるわねあのこう中断するとかねあったんだけど。えー、ではなくってこういう形になってるの不運でいいと思います。そんなふうにやってね対応していってもらえればいいと思います。だから今回に関してもね法令我々はね えと法令については30問近く出るんでこいかに確定するかっていうのをしっかり立ってもらいたいただねやっぱり今年に関して言うならば、えー、こういったいわゆるねあの試験予備校というか試験だけのことを考えている情報を集めた方がいいと思います対策誰も立ててないでしょ改正点に関していくならば分かりますよねえっ、ー、といわゆる去問がないんです去問がないってことは対策の立てようがありませんね まあ我々がね対策を立てる時っていうのはやっぱり過去の過去問の集積分析をもとにお話をしてますね。これがないんでだから対策っていうのはないはずなんです。ないからにはじゃあどういったところをポイントとして抑えるかっていうのをねやはり知っておくことが他の受験生に先んじることになるかなと思います。はいですからね、えー、っと要するに大きな方向性は変変変わわわりません難易度もももらららなないいででししょょうう傾向だから対策も変わりません。 ただし、えー、今回は法令でちゃんとがっちり得点をしていってほしいということをね我々は申し上げておきますんで民法については、ねえー、これは油断のないように注意をしておいてください。いいかな。はい。でお時間になりましたんでねえー、っとガイダンスです。よいしょ。えー、今年の取材傾向と勉強方法ねこちらについてのガイダンスは以上とさせていただきます。皆さんお疲れ様でした。